いよいよ大阪へ乗り込んでくる金蔵ボイさん、淀川包みをまっしぐら待ち構えている橋の上、杉作がただ一人。あ、来たか。またまたまた。ダメだよ、行っちゃダメだよ。新選組の大将、待ってくれよ。どけ、小僧。のかぬ、たとえ踏み殺されたってあたいはのかぬぞ。待ってくれよ。何？武士さん、近藤さん、お前は立派な武士だ。血もある涙もある侍だと聞いてるよ。そこで俺が頼むんだよ。このまんま京都へ帰っておくれ。ね、お願いだよ。近藤さん、それはあたい一人のためじゃない。日本のためだ。天使様のためだよ。ね、おいらの大切な鞍馬天狗は日本の宝だ。それを殺しに来たお前は日本の賊だぞ。さあ帰ってくれよ。鞍馬天狗が殺されちゃ映画が終わっちゃうよ。ねえ、新選組の大将。では小僧、改めて聞くがな、大阪へ参るにはどの道を参ったらよいのでは。ん？やっぱり行くのか、こんなに頼んでるのに。大阪。うん、道を教えてくれ。知ってないのか。あ、そうか、わかった。大阪はね、あっちだよ。今来た方だよ。そうか、利口な小僧だ。さらば大阪へ参ろう。うわぁ、話せるねぇ。よぉ、新選組の大統領、話せるぞ。万歳。よかったよかったよかった、師匠。